バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるわ。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間を発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜のバニラスカイは最後までね、一緒に楽しくお届けできたらなと思っているんですけれども、ちょっと今日はね、曲を多めにお届けできたらなと思っております。と言いますのも、ようこの新曲たちがね、増えていくであろう今年、私のもうラジオでもね、この曲たち流せなくなるみたいな感じになるんじゃないかなと思って、意外とようこの曲いい曲あるよという、そういう回にしたいなと思います。最後までお付き合いくださいませ、よろしくお願いいたします。ではでは早速1曲目、観光 PR 大使を務めています垂水氏でミュージックビデオを作りました。もうかれこれ5年くらい前の話になるみたいで、子供たちがねどん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 大人になってくるね、そんな最近の思い出もございます。で、かわいい子供たちの笑顔もご注目いただきたいミュージックビデオより、ようこでビリーブ、お聴きください。いただきました曲は横で Believe でした。まあね、100円ショップとか300円ショップとかいろんなところで可愛い水鉄砲が売っていてね、売り始めの頃だったのかな。あ、こんなのね、みんなで遊んで使って撮影にね、まあとにかく初見内容といたしまして、いかに楽しく子どもたちと遊ぶかっていうのがね、頭に先にね、動いちゃう横なので、ミュージックビデオをこの水鉄砲を使いたいと思って買い占めた思い出があります。で、今年もね、可愛い水鉄砲がもう、ね、店頭に並び始めましたが、まあ、海でね、水鉄砲を使うとね、まあ、使い方次第でしょうけれども、2回目も砂が入って使えないっていうのがね、
判明しまして、もう今ねまさかね私ものんちゃんを授かると思ってないから、もうのんちゃんと今年は水鉄砲でいっぱい遊んでみたいなって、うん、プールかなとかね、まあ、そういう感じでね夢は膨らんでおりますけれども、とはいえねまだまだちっちゃいとねお水怖いけれども、何よりも今遊ぶって言ったら、まあ、お風呂とかは好きですけど、まあ、そういうお水で遊ぶということより歌ですかね、のんちゃんはね。子供たちと一緒にね歌いたいと思って作った楽曲って結構あって、まあ、それが新曲花束であったりもしますけれども、まあ、その花束ももうちょっとしたらね公開できるんじゃないかなと思ってます。私のやる気次第ではございますけれど、やる気はいっぱいあるんですがね、音楽の神様とねタイミングをね測ってますよね、いろんなことに対してね。まあ、私はそうですね、まあ、子供たちと一緒に歌いたいっていうことであれば、まあ、子供だけでなく昔子供だった大人の皆さんとも一緒に歌いたい、平和を願いたいという思いで作った楽曲Beautiful Days という曲があります。あの頃このね曲を作った頃っていうのがあの頃になりますけれども、もうだいぶ前ですからね。あの頃は私なりに闘志を燃やして美しい言葉でこの平和を願いたい、そういう思いで歌詞は書いてますけど、最近ね思い浮かぶ歌詞すごくね陽子にとっては綺麗な歌詞じゃないことが多いんですね。それでいいのかどうなのかわからないけど、怒りというものなのか憤りというものなのかね、込み上げることは多々ありますよね。それはもう生きてるからしょうがない、なんだけどやっぱりね子供たちと一緒に歌うっていうことを考えると、このまま知ってしまう言葉や知ってしまう感情露骨に出さないのが陽子っていうアーティストなんじゃないかとすごく思いますね。なので、この Beautiful Days の、まあ、ある意味どこか偽善ではないんです、美しさですかね、そこはすごく大事にしないといけない楽曲の美なのかなと思って、またライブで歌うことがね増えていくことも願いつつも、皆さんと一緒に歌いたいことも願いつつも、ちょっとそういうところをね注目してお聴きいただけたらと思います。みんなが平和でありますように。陽子で Beautiful Days。聞こえてくる確かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれだけ叫んでも届かないなら、わからないなら変わらないなら、あなたがいる未来は満たされて穏やかであるようにと、みんなが同じように星に祈るでしょう。それなのに何一つ変わらない、変わらない。
全てではない。できなくても心と心抱きしめて、私たちの新しい日々。お聴きいただきました曲はヨーコで Beautiful Days でした。まあそのね、いろんな日常私も過ごしていて、イレギュラーなことがもう日常となってくると、休む時に休んでいいのかなとあと歌ってなくて大丈夫かなっていうのがね、まあ、ある種のね、自分自身のこう不安材料になってくるんでしょうね、仕事をしてないっていうことは。でも仕事をしてないというのは、歌ってないとか人前とか、まあ他の方とね音時間共有していないだけで、家に帰れば山のように、山を通り過ぎて、これはなんだ何の山だぐらいのね数仕事はあります。やりたいこともやりたいこともやらなくてはいけないことも大量にあります。ああこれって私大人になったんだなと思いつつ、じゃあ自分が何を大事にしたいかって言った時、まあ、さっき言った言葉の表現であったり、時間の使い方も上手になりたいなと思ったり、そしてね何よりやっぱり自分を大事にするという課題でしょうかね。家族のことは大事にできたり、応援してくださることのね大切さ、ありがたさを感じると、ファンの皆さんと言っていいんですかね、応援してくださる皆さんのことは大事にできるのに、自分のことは大事にできてこなかったね自分がいるなと。好き勝手ね嫌なことを言われても、どうって自分の耳に入ってきても関係ないじゃない、本当は違うんだからと思って退けてきた若さがあったり、それと同時に家族を傷つけたらただじゃおかないわよみたいなね、まあそれはみんな思うでしょ。それをね自分の中できちんと守ってきたり、まあ、いろいろしてきましたけど、最近ね誰と何と戦っていくのが自分の中の正義なのかなって考える時があります。まあこの正義という言葉が仮タイトルヒーローという曲に、今新曲作るために頑張ってますが、ヒーローに反映されるのかといったらそうじゃない気がするんですけれど、もっともっと自分の価値観や自分の可能性、誰よりも信じてあげないとなと。首を絞めるんじゃなくてね、もっともっと羽ばたかせてあげたい。だけど空は飛ばないしね、飛べないんじゃなくて人は飛ばないって決めたんじゃないかって思いますね。
だって私走らないもん走れないし、走れるはずなのに走んないけどね。それはね、そう考えると飛びたい人は飛べるんじゃないかと。まあいい車買うより空飛ぶ車が欲しいよねっていう話になった時に、そうか、みんな飛びたいんだなと。50年後の未来はどういうふうに当たり前で、何が古くなってるか当たり前じゃなくなってるかなんて、それは50年後に来た人しか分かんないけど、だけどそういうね、まあ、タイムマシーンみたいなね曲をね作ってみるのも面白いかなって最近思うんですね。未来を安全で平和で願う反面、そこに自分がいないみたいな陽子がいるのかなと。だったらタイムマシーンを使ってそこに自分も生きていた方がいいのかなと、まあ、そういうことも最近思います。いかに自分が自分を大事にするかっていうのが、これからの人間力、生きる力に大事なんじゃないかなと。それはわがままでもなくてね、本当なんて言ったらいいのかな、犠牲にしがちな、ある意味人間、そういうタイプの人はね、そうじゃないっていうことを手に入れると、もっともっと周りの人、大事な人たち、それ以上派生するね、広がっていく人たちを大事にできるのかなと思って、ならない、そんな陽子がおります。ではですね、次の曲、陽子はこの曲をね歌う時にね、あ、本当大事だなと思ってね、こう初心に帰る気持ちになります。そしてライブ会場であんまり歌いませんが、歌うたびに、あ、やっぱりいい曲だなと思います。お聴きください、陽子でインフィニティ。心のままに握りしめた、見失わないように直線で描かれた、
ることなく進み続ける、次の光へ。どんな場所でも咲き誇って、自分の中の自分を信じよう。世界なんてないから、心のままに。どんな場所でも描き続ける、自分の色は自分。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエストを大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com、 バニラスカイ宛にお願いいたします。それではここで喧嘩という意味も込めてお聞きいただきたいと思います。陽子で愛実。夢を見た名前を呼ぶ、死なない声、穏やかな瞳で微笑んでいた。真綿のような何も知らない、その肌は誰涙が頬を伝う前に、あなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢もなくすことのない愛しさも、まばたき一つ、ほんの一瞬で光り続ける、光り続けてくこの胸の中にずっと。お聴きいただきました曲は陽子で愛実でした。本当ね、いろんな感情がいっぱい溢れる日常を音時間で過ごしたいのに、それどころじゃないという自分の現在にね、腹も立ちますね正直ね。そして好き放題言っている人たちって平和だなって思う。戦争を起こさないで、争いを起こさないで、あなたがそうやって勝手にね言ってる一言、傷ついている人がどんだけいると思うのってすごく思うよね。まあその分ね、シノンがね自分のことを大事にできる子でよかったって、でのんちゃんもね自分のことを大事にできる子だからよかったって。私はねこう負の連鎖だったりとか、自分がされて嫌なことは断ち切りたいタイプの人間なのでね、何かかしらこう音楽の力でもっともっとピースフルに奏でていきたいなと思います。皆さん、まあねゆうこの曲はもっともっといい曲あるんだなって思っていただけると思うんですけれど押し売りなんですけれども、ぜひね YouTube や、まあちょっとね本腰入れていろんな曲ライブ映像も上げていかないといけない、そんな思ってます。5月も例年よりも皆さんと音時間過ごす
ステージ6月もありますしね、ぜひ SNS もチェックいただきたいと思います。ゆうこ鹿児島で検索お願いいたします。この後はひふみずわです。ひふみさん、今夜もハピハピな踊る時間よろしくお願いいたします。ではこの1週間も皆さんにとってハッピーでありますように。では一緒にせーの、バイバイハッピー。